今、テスラが世界中で静かに、しかし確実に大きな変化を起こしています。ロボタクシーがついに iPhone のアプリで呼べるようになり、高速道路を自動で走り始めました。韓国やトルコでは販売台数が急増。ノルウェーではついにモデル Y が歴代 EV のトップに躍り出ました。そしてイーロン・マスクさんが構想する未来を担うロボット、次世代オプティマスが グロック AI と共に公開。さらに毎日90%まで安心して充電できる新型バッテリーも登場しました。おはようございます。県です。 今回はそんなテスラの最新9つのニュースをまとめて解説をしていきます。今日は内容盛りだくさんですので簡潔にまとめていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。それでは内容に入っていきたいと思います。まず注目したいのはテスラの主力モデル、モデル Y の世界的な躍進です。2025年8月。 中国ではテスラが83,192台を出荷し、2025年で最も多い月間記録を更新しました。前年同月比では若干の減少となりましたが、モデル YL という新しいロングホイールベース仕様の人気が追い風となり、勢いが戻ってきています。次にノルウェーでは、モデル Y が累計81,334台を記録し、 これまでトップだった日産のリーフを抜いて、ルルウェイ EV 史上最多の登録台数となりました。しかもこの記録、たったの4年で達成しています。韓国でもテスラの販売が加速しています。2025年8月には7974台を納車し、輸入車市場のおよそ30%を占めるレベルにまで成長しています。中でもモデル Y が最も人気で、6683台が販売されています。さらにトルコ。こちら こちらではモデル Y が1ヶ月で8730台を販売し、テスラがブランド別販売台数で国内第2位にランクインしました。こちらトルコで人気のトヨタやヒョンデを上回る販売実績となっています。このようにモデル Y はまさに世界戦略モデルとして各国で異なるニーズに対応しながら着実に結果を出しています。はい、では次は多くの投資家やファンが待ち望んでいた ロボタクシーについての進展です。テスラはついにロボタクシー専用アプリを Apple Store で一般公開しました。誰でもアカウントを作成し、待機リストに登録できるようになっています。Android 版もまもなく公開予定です。ちなみに僕も確認しましたが、日本ではまだ公開になっていません。同時にロボタクシーのサービス提供エリアが拡大。オースティンでは高速道路での走行も開始されています。 これに伴い安全監視員の配置が変更されました。以前は助手席に座っていたのですが、現在は運転席に移動しています。この変更について、テスラの公式ロボタクシーアカウントは、高速道路での運行に向けた慎重な第一歩として、あえて運転席に配置していると説明しています。つまりこれは、 法的な義務ではなく、テスラ独自の安全判断に基づく対応ということになります。完全な無人運転への移行を急かず、慎重に信頼を積み上げているという姿勢が伺えます。ロボタクシーの一般向けサービスが本格的に始まる日は、もうすぐそこまで来ているのかもしれません。では次は、テスラのもう一つの未来戦略である、人型ロボット、オープティマスについての最新情報です。2025年9月 テスラは次世代のオプティマスのプロトタイプを公開しました。見た目の大きな変化としてはゴールドの外装が非常に印象的で従来のブラックから一新されています。そして今回最も注目されたのがテスラ独自の AI、グロックを搭載した点です。グロックはテスラの XAI が開発している対話型 AI でこのオプティマスは実際に人間の質問に音声で反応し 会話をしている様子も公開されています。さらに手の構造も進化しています。従来の設計では手首に配置されていたアクチュエーターが今回は前腕部分に内蔵されていてケーブルによって指が動く仕組みに変更されました。これはより人間の構造に近づける工夫だと考えられます。ただし今回のモデルはまだマネキンのような外観で 実際の稼働モデルではなさそうという指摘もあります。今後、グロックと組み合わさったことで、どれだけ実用性が上がるのか、ここが注目のポイントになりそうです。イーローマスクさんは、テスラの企業価値の80%は、最終的にオプティマスが占める可能性があるとも語っており、 このプロジェクトが将来的にどれほど重要視されているのかというのがわかるのではないでしょうか。では次はテスラのバッテリー技術の進化についての朗報です。これまでニッケル系のバッテリーはバッテリー寿命の観点から毎日の充電は80%までが推奨とされてきました。しかしテスラの新しい発表によると新型ニッケルバッテリーでは 90%まで充電しても問題ない設計になっているとのことです。この改善は仮想ド材料の耐久性が高められたことによるもので、すでに特許も取得済みです。日常使いの利便性が向上しつつ、LFP バッテリーに匹敵する安心感が得られるようになるとされています。つまり今後はニッケル系っていうのが高性能だけどデリケートっていう印象から、 高性能かつ気兼ねなく使えるバッテリーへと進化していくわけということになります。はい。ということで、ここまでテスラの攻めの展開を見てきましたが、逆に苦戦している地域もあります。それがインドです。2025年7月にテスラがインドで予約受付を開始したものの、現在までにわずか600件強の注文しか入っていないと報じられています。その最大の要因は、 価格の高さです。例えばモデル Y の価格はインドでおよそ60万ルピー超。これは現地で売られている EV の平均価格の約3倍に相当します。この背景には約100%にも及ぶ輸入関税の存在があります。さらにインフラの面でも課題があります。インドでは都市部以外での充電ステーションの整備が不十分で、 高額な EV を生かしきれる環境がまだ整っていないっていうのが現実です。ただしテスラはすでにムンバイやデリーにスーパーチャージャーを設置しており、今後も拠点や体験センターを増やしていく計画です。短期的には苦戦しているように見えても、長期視点では種をまいている段階とも言えるかもしれません。はい、ということでここまでテスラに関する最新ニュースを一気にお届けしてきました。販売面では モデル Y がノルウェー、韓国、中国、トルコで圧倒的な存在感を見せつけ、世界中でテスラの需要がまだ強いことを証明しました。ロボタクシーはついにアプリとして一般公開され、サービスエリアを拡大中、未来を担う次世代ロボットオプティマスはグロックとの融合で会話するロボットへと進化を始めています。そして日常使いに便利な新バッテリーの登場、インド市場での苦戦といった課題も含め、まさにテスラの今が 凝縮された数日間の動きとなりました。では最後に皆さんに質問があります。この中で皆さんが最も気になったニュースはどれですか ロボタクシーの展開ですかモデル Y のグローバルヒットでしょうかそれともオプティマスとグロックの融合ですかコメントでぜひ意見を聞かせていただければと思います。はい。では最後にテスラの株価をチェックしておきましょう。本日は少し上昇し、現在335ドルとなっております。はい。では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅する と思いますのでチャンネル登録がまだな方は、チャンネル登録の方をよろししくお願い,いたしますでは今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。推進です。もし、テスラの購入を検討されているなら、僕は中古をお勧めします。テスラの場合はアップデートするので、去年買おうが、今買おうが、中身は同じです。 モデル 3Y、それぞれデザインは変わりましたが、基本的な中身は同じです。それを踏まえると、一番のおすすめは、ハードウェア4を搭載の中古を買うのがいいと思います。実際にテスラに乗って、テスラの情報を収集していると、購入前に不安だったバッテリーの問題。 これも全く僕はなくなっています。テスラの場合は30万キロ、40万キロは全然走ると思います。それを考えると10万キロ以上走っているテスラとかがかなりお買い得じゃないかなと思います。なので新型のデザインじゃないと嫌っていうのがないんだったら中古をお勧めします。毎週中古テスラ情報を見ていますが、モデル3に関してはハイランドも出てきていますし、最近はやはりモデル Y が増えてきています。 もし中古のテスラに興味のある方は概要欄の僕のサービスの一覧から中古テスラ情報の LINE を用意していますのでそちらに登録されてみてください中古テスラ情報を定期的にお届けしています個人だけではなく法人の契約も可能ですので情報だけでも欲しいって方は登録されてみてくださいはいでは本日も最後までご視聴していただきありがとうございます素敵な一日をお過ごしくださいではまた